はい、え即、ー、下塾の久保でございます。私ね、広島県出身で、今でも広島県に住んでるんですけども、平和教育って昔からあったんですよね。で、平和公園の近くにもう10年ほど住んでいたんですけども、ここにね、石碑があるんですよ。ええー、あのー、平和記念公園なんですけども、ま、ああの、原爆資料館があるとこですよね。ここにはこういうふうに書いてます。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから、というふうになります。で、これを、 文字だけ捉えて単純に考えちゃうとどういうことかっていうとあの日本人がね過ちを犯しちゃったすいません原爆も私たちの過ちですすいません戦争で負けたのも私たちの過ちです,すいませんだから安らかに眠ってくださいもう繰り返しませんっていうふうに捉えちゃうんですけどもそうではなくてねこれは人類全体を代表してここに書いてあるっていうふうに考えるものなんですよね で私はそういうふうに教わってるし、そのように何度考えても、いろんな方面からいろんな考え聞いても、いやいや、これは人類は代表してこう書いてるんだよと。人類はね、人間に対してこんな恐ろしい戦争をしてしまった。世界中がみんなでね、戦争をしてしまった。そして力による現状変更をいとも簡単にできるもんだっていうことをね、その恐ろしさを知ってしまったんだよと。で、その極めつけに、 原子爆弾みたいな一発でね街一個が吹っ飛んでしまうようなことをやってもうこれ以上はない、えー、核兵器を作ってしまったとまさに今の時代核兵器を押したらまあ押した人も死ぬけども世界も終わっちゃうからみんなでねもう3くみたいな状態になっちゃってるわけですよだからこれが過ちの時代でなくて何なのかってことなんですよ、まあ、お互いの価値観の違いを乗り越えてね うん、お互いを尊重できる時代を作り上げられるはずなのに、結局は最後に物を言うのは、こう、戦争だと。うん。だからね、外交がうまくいかないから戦争に踏み切ったみたいな言い方をする人がいますけども、いや人間って話し合って話し合って、それでも解決しなかったら、また一から話し合うことしかないと思うんですよね。で、話し合ってるうちに、お互いの暮らしは寿命を迎えて、で、ね、それぞれの名数を使い果たして、どっちにしても死んでいくわけですよ。 だからね、文句があるやつとか、自分の意見に合わないやつを皆殺しにしてしまえっていう風なね。だから話し合って決着がつかなかったら、戦争仕掛けていいんだったらね、何意見が合わなかったらぶんなくていいんですかって話じゃないですか。そうはならないですよね、やっぱりうーん。だから話し合って話し合って、それでもね、決着がつかなければまた話し合うことが、 過ちじゃない方法なんじゃないかなと。結局、物別れになった時に最後はね、腕力が物を言う、暴力が物を言うって言うんだったら、石器時代と何も変わらない。それがだから過ちだってことなんじゃないかなと思うんですよ。うん、だからね、よくね、日本人が過ちは繰り返しませんってのおかしいんじゃないですかっていう人がいますけども、それはね、考えが浅い。そうではない。そういうこと言ってるんじゃないと。人類を代表してこの石碑には刻まれてるんだよってことに、すぐに考えが至らないと言えないのに、なんて言うんですかね。 うん、なんか自虐士観って言うんですかなんで日本人っていうのはそうなんですかね別に洗脳されてるとかなんとかじゃなくって、謙虚を通り越して自虐なんですよ、うん。自分さえ我慢すれば、自分さえ痛みを負えばいいんだみたいなね、ヒロイズムがあるかもしれませんけども、そうではないんですよね。うん、やっぱり主張するところは主張するのが人類に対する、それも敬意だと思うんですよ。 自分も人類の一部を代表してるわけですから自分が貶められることを我慢するっていうのは個人的には美しいかもしれないけども人類にはね自分一人が我慢して全体を生かすっていう思想はこれはね、うん、やっぱりおかしな方向に行くと思うんですよね、うん、だからやっぱりこう私もここが痛いですあなたはどこか痛くないですかっていうことの繰り返しなんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ 今日お話したのはね、安らかに眠ってくださいっていうこの石碑の文字っていうのは別に広島県民が言ってるわけでも日本人が言ってるわけでもなくって人類の誰かが人類に対してお亡くなりになった方にね、うん、言ってることだと思います。ということですよ。